本軍に雇われていた研究員なんです。18号さんは波動で一緒にめっちゃ父しとくかな。マロンボール。はい、というわけでこんにちは、マロです。本日はね、ゲームをレビューしたいと思います。そのゲームっていうのがこちら。はいはい、こちらドラゴンボールファイターズでございます。今年の2月1日に発売されたばかりでございます。で、僕小さい頃からね、もうドラゴンボールが大好きなんですよね。もう小学校の頃とかってなったら、もうドラゴンボール一色やったので、男はね。はい、というわけで、ドラゴンボールのゲームはちょいちょいやっております。で、こちらのドラゴンボールファイターズがね、これがすごいんですよ。で、何がすごいかっていうと、最近までのね、ドラゴンボールのゲームって、その例えばゼノバース2だとか、レイジングブラストだとか、まあ、クオリティの高い 3D 映像のゲームがまあ主流やったんですけども、なんかね、やっぱり 3D のゲームって、なんかそのキャラクターがね、なんかテカテカしててね、なんか違和感あるんですよね。しかしこちらのドラゴンボールファイターズは 2.5D ということで、かなりアニメに近くなってるんです。だからアニメのキャラクターを操作してる感覚で格闘ゲームが味わえるということなんですね。これはね、あのドラゴンボールのアニメファンにとってはすごく嬉しいことだと思います。それではね、実際にちょっとプレイしてみましょう。まずこのキャラ選択したメンバーが映るところがね、もうアニメみたいです。でに興奮しますね。で、原作以上にね、かっこよく描かれています。めっちゃ綺麗ですね。さあ始まります。で、ゼノバースみたいに広大な 3D 空間のバトルではなくて、もう昔からね、ある対戦格闘ゲームのようなフィールドで戦います。で、 3D よりもね、物足りないかなと思ってたんですけども、実際やってみるとね、キャラが非常によく動きますので、その物足りないってことはなかったですね。で、スピード感もね、非常にあって、十分迫力もありますね。コンボや必殺技決めるのがものすごく気持ちいいです。はい、必殺技なんですけど、気持ちいいですね、これ。で、超必殺技とかでフィニッシュを決めると、特別な映像が使われるんですけど、こういう感じに映像が入ります。これがね、あの原作っぽくてね、すごくかっこいいですし、気持ちいいです。で、こちらはドラゴンボールスーパーのヒットですね。僕好きなんですよ、この人。この人っていうかね、この声が好きなんですよね。その声がね、ジェイソン・ステイサムの吹き替えの声なんですけども、僕、ジェイソン・ステイサムがね、めっちゃ好きなんですよ。この人は格闘メインのキャラなので、ビシバシやりたい人にはおすすめです。これは超必殺技ですね。こういった格闘技系の技とか、吹き飛ばしでフィニッシュすると、こういった映像が入ります。これもね、ドラゴンボールっぽくてめっちゃかっこいいですね。気持ちいいです。はい。というわけでドラゴンボールファイターズやってみましたが、バトルはね、非常にスピード感もあって、まあ、迫力もあって、でキャラクターもね、非常に綺麗なので、まあ、楽しいです。ただね、やっぱり初作品かな、 2.5D のこういうシステムでやるのは多分初作品だと思いますので、まあ、全体的なね、ボリュームがやっぱり少ないっていうところですね。で、ストーリーモードなんですけども、まあ、キャラクターが少ないからね、主に戦う敵キャラがそのクローン戦士というので、まあ、出てくるキャラクターのね、まあ、コピーばっかりをこうしばき倒すゲームになっていきます。なのでね、途中からどうしてもこう退屈になってしまうんですよね。で、シナリオ自体もね、ボリュームが少ないというか、まあ、短くなってますので、
まあ、そこがねちょっと今回一番ネックなところですかね。すごくね映像綺麗なだけにもったいないなっていう感じです。まあ、ただストーリーは、まあ、新キャラも出てきますしね、今までのドラゴンボールでマンネリを感じてた方には楽しめる作品になっていると思います。まあ、次回以降の作品でねキャラクターとか増えて、で僕個人的にはね、まあ、ゼノバースとかそのスパーキングメテオみたいにこう広いフィールドで戦うのが、まあ、開放感があって好きなので、まあ、そういったタイプでねこういったアニメキャラに近づけたような 2.5D で作品を出してくれたら個人的にはすごく楽しみ。というわけでドラゴンボールファイターズのレビューをしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。参考になりましたらチャンネル登録高評価の方ぜひお願いいたします。それではまたチャンネルの方に遊びに来てください。バイオッツ。